四角いキャラクター、その名もつさか。僕たちはいつも事件を起こしています。この前人に言ったんだ、君たちにはいけないだろうけど。俺をパーティーに誘わなかったろ。あははは。なあ、今度金くれや。じゃあな。ああ、ちょっと待ってー。どうしよう。よかったな。嬉しいねえ。黙れ部員ども。給食だよー。俺に大量にカレーを渡せ。露骨に嫌な顔すんじゃねえ。じゃあサラダが。まずくはねえから大丈夫だ。チャンネル変えても同じだ。え？怖い。さて、今日のゲストはクジスくんです。どうぞ。俺今テレビに出てるんだよな。そうよ。呪いだー、助けてー。クジスくんの趣味は何？金持ちから金を取ることさ。ちょっと君たち、奪ったお金を返せ。人の部屋に入る。こいつがどうなっても知らんぞ。